リ484-002号機、ケシェネン駅、貨物列車を牽引リ484-013号機、シザルピーノ塗装機、バーゼル駅、ミラノ駅ユーロシティを牽引、SBB カーゴリ484型電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道の貨物輸送部門である、SBB カーゴで使用されている電気機関車である。スイス国鉄では、 ロック2000シリーズの高速、高性能旅客貨物量容器であるリ1 6 0 k の後継となる、ドイツ乗り入れ可能なゴッタルドルート用の貨物容器を探しており、リ1 6 0型を多電源化したリ1 6 2 k の導入計画もあったがその価格がネックとなっていたため、ボンバルディアトランスポーテーションが ドイツ鉄道の貨物輸送部門用に185.1型として開発した安価な複数国体容器であるトラックスシリーズのトラックス。1プラットフォームを使用した F140AC1 型をスイス上イルしようとした機体を2002年以降リ482型として50両を発注して2003年までに35両の導入を進めていた。さらに SBB カーゴでは 貨物列車運行のさらなる効率化を図るために並行して、イタリア上入用の複数国対応機を導入することとなり、トラックスシリーズの新しい4電源、兼用プラットフォームであるトラックス2プラットフォームを使用した F140AC2 型折484型として導入したものが本機であり、シーメンス社のユーロスプリンターシリーズの4電源、対応機である e s 64F4 プラットフォームを使用したものがリ474型であるが、すでにリ482型やリ421型といった、ドイツ上入り対応機が充足していたため、コスト面を考慮して、ドイツ、オーストリア上入用の保安装置を搭載せず、スイスを呼び、イタリアのみで運用されることとなった。本機は2003年に18両が発注されたほか、 2005年には、納期遅れのために6両がキャンセルされた、リ1 7 4型の代替として3両が、発注されて、計21両が製造され、2005年からは、スイスとイタリア間の国際列車の運行を担当する、チザルピーノに6両がリースされて、国際旅客列車の牽引にも使用されている。本機は、ボボの車軸配置及び、 VVVF インバータ制御による27パーミルで650トンの列車を、牽引可能な最大 300KN の牽引力と、イタリア、スイスのそれぞれに対応した各種装備を持ち、車体、機械部分、台車、電気部分、主電動機の製造はすべてボンバルディア、トランスポーテーションが担当している。なお、並行して導入された、リオン 182K の増備機も、 本機と同じ4電源兼用のトラックスに、プラットフォームに移行したトラックス F140AC2 型の、リオン1 8 2 2型となっており、改造によりイタリア上入り対応とすることも可能となっている。各機体の基板、製板、製造年、使用開始年月日、チザルピーの基板、機体名は、以下の通り、チザルピーガがリースしているリオン1 8 4 0 1 7 号旗、ありがとうございます。